中三国演技第九十七回「魏国を歌んとして向こう再び兵を奉り行意偽って書を建ず <laughs> さて「食感の建康六年秋九月」。 義の届く宗急は赤堤において東郷の陸村に大敗し車両馬筆武器主張など一切を失った宗急は痛く恐れ入り心中のあまり心痛のあまり病気になり落葉に戻ってから背中に腫れ物ができて死んだ義主宗英はのりして手厚く葬らせた 芝居が兵を率いて立ち戻るとこれを迎えた大将たちが聞いた「そうと徳がお破れになったのは元帥のためではござりませぬかなぜかようにそうとお引き上げにござりまするか諸葛亮は我が軍の敗れたことを知れば」。 巨に上じて長安に攻めかかるにそういない。老僧が危うくなったとき、救いに行くものがおらぬではないか。それで戻ってきたのじゃ。一堂はなんと気の弱いことをとあざ笑って引き下がった。 さてトンゴの使者は職に国書を届け義を打つよう頼むとともに早急を打ち破った吉男も伝えた「これは一つには後の威風を見せようとしたものでありまた一つには吉見を固めようとしたものであった」「公書は痛く喜びこの書面を官中に届けさせて孔明に知らせた」。 時に孔明は兵士の朝蓮なり馬越え両松蔵に満ちて所要のもの一切整ったので出陣しようと思っていたところであったがこの知らせに直ちに主演を設けて大将たちを一,一堂に集め出陣の軍議を催したところへにわかに一陣の激しい風が東北の方から吹き来たり庭先の松を吹き寄った。 一度あっと仰天する時一人で占っていた孔明が「この風は大将を失う知らせじゃ」と言ったが一度は信じようとしなかった酒を飲んでいる折しも陳南将軍長雲の長子長刀次子長江が上昇に目通りを願ってきたとの知らせ孔明はあっと驚いて手にした杯を地面へ投げ捨てた。 資料が死んだか。2二人の子が目通りし「父は昨夜3個を病募って亡くなりました」と泣き伏せば孔明は足を踏みならし「史料の死は国家にとっては胸ぎの一つが落ちたようなものわしにとっては片腕がなくなったようなものじゃ」と泣き大将たちも一人として落塁せぬはなかった。 孔明が2人を生徒へやって光主にこのよしを相をさせれば光主は趙雲の死を聞いて声を上げて泣き「陳は幼い頃資料に資料がいてくれなければ乱軍の中で死んでいたところであった」と言い直ちに御事の尊を下して趙雲に大将軍の位を追蔵し順平公に奉するとともに勅命を持って生徒の金平山の東に葬り 平等を建立して獅子祭りを執り行うこととさせたのであった後の人の死に「上山に故障あり治癒艦長に並ぶ冠水に興奮あり東洋に政治明らかなり領土藩主を助け一年先行に孤島生死に中列を記し まさに百世に良き名を流すべし。<noise> さて、孔子は長雲の赤日の功績を思い、手厚く葬った後、長党古本中郎、長公我門将に奉じ、父親の墓を守らせることとし、二人は天王に感謝して引き下がった。ところへ謹慎から、初活上昇にはすでに出陣の用意を整えられ、 近々ののうちちにに義の討伐に打ち立とうとしております。と除をされたので公主が朝廷の初心に諮ると皆は口々に今はまだ軽々しく動く時ではないと言い公主が心を決めかねている折しも上将の使者容疑が水死の表、いわゆる高水死の表を奉ってきたとの取り次ぎがあった。 公主が院見すると容疑が表、つまり上層文を法定したので机の上に広げたその文面は「先帝、漢族の両立することあたわず王行の一方に偏り休んずべからざることを門ぱかり真に賊を打つことを託されたり」。 先帝英明にして真がも元より賊を討つに足らず敵の勝されるを知らるしかれども賊を討たざれば大行また滅ぶえし座して滅ぶを待つよりはこれを討つにしかずこの故に真に託して疑われざりき 清命を受けし日より一日として安眠せしことなく日々の食もうまきことなし思うに北を聖戦とせばまず南を制せざるべからずよって五月露水を渡り深く不毛の地に入り一日の兵糧を二日に喰らうこれ真が自らを危うくせるものにはあらず大行の食徒に偏り休んずべからざるを顧み よって機難を犯して先帝が意思をつがをんとせししなり。しかるに論者はこれを上景ならずとなせり今義族たまたま西につかれまた東に務む兵法に敵のつかるるに上ずるをたっとしとなすこれまさに兵を進むべきの時なり慎んで さに、心が思うところを述べん「皇祖皇帝その英明なること実月のごとく亡身がさい深きこと淵のごとししかれども危うきにあいけ傷を被り数々の祈難を経て初めて天下を定めらる今陛下は皇祖皇帝に及ばず また長にしか,ずしかして縁大の刑を出して賊を滅ぼしいながらにして天下を定められんと欲すこれ真の時げざることの一つなり竜洋王老はおのおの衆軍によりいたずらに暗記を論じてややもすれば聖人を引き人を用いて疑い腹中に満ち事をなして恐れ胸を塞ぐよりて今年戦わず 明年また打って入れず尊権をしていながらに代をなさしめついに高等をえしむるに至るこれ真の時計ざることの二つなり曹操が地形抜群にしてその兵を持ちうるや孫悟を彷彿する者ありしかれどもないように苦しみ嘘に危うくきれに危うく 霊陽に迫られ白山に破れんとし当官に死せんとししかるのちかろうじて国を立てしのみ言わんやしんがさえ彼に遠く及ばずしかして危うきを避けて義賊を定めんと欲すこれ真の時えざることの三なりちょっと問題がある箇所があるので少し少しだけ。 えとここですね竜洋は余尚の大衆として公平に年孫策に破られ王楼は改慶の端子として建安元年に破られたここで孫策を孫権としているのは誤りでございます。それから今のところですね曹操は南陽において長州に破れ右宗では袁紹の大将淳慶と霊陽では延丹兄弟と白楼さんでは右官と。 当貴れれ蓮は一説によれば貴山を指すと言われここでは遠征と戦ったそうそう五度勝波を攻めて下さずた度倉庫を越えてならず李福を信任してかえって李福に背かれ過去に委ねて過去に打ち破られたり。 先帝常に曹操が手腕を称えられしが曹操にしてなおかかる失態あり言わんや信は愚鈍なり必勝は計りがたしこれ真の時きえざることの四つなり四なりいい、ね、注釈勝破というのは勝機。建安三年大山の勝機ら五人を攻めなかなか滅ぼすことができなかったが 最後にきに命じて討ち取ったこれは第19回に見えているようでございます倉庫を越えたというのは孫権を責めたこと利福は王服と言われる当初と曹操殺害を図り露見して殺された王子服ですね第20回に出てくる「加工は加工園館中において甲中に斬られた」以上は第71回。 神が艦中に参りしよりいまだ一年を数えるに過ぎずしかるに長雲妖軍馬玉遠士帝竜白樹竜光東道らおよび局長というのは部局の長だから中隊長閣凡将というのは小隊長格、局長凡将七十四人曹操正強三機武器など兵士一千人余りを失えり とというのが諸ののが兵士のことですね。聖教は「凶族の兵士。これ皆数十年来司法の精鋭を9号せし者にして疫衆一衆の者のにあらずもしまた数年を経なば3分の2は失われん何をもってか敵に当たらんにゃこれ真の時けざることの5なり。 今民は窮帽し兵は疲労すしかるに戦,戦時はとどめがたしらは退いて守るも進んでせむるもその老と次へえはまさに等しからんしかして覇用賊を討つことを図らず一周の地を保って賊と戦いをな長引かせんことを欲すこれ真の時えざることの六なり。以上の六箇条は「開戦を唱える」 孔明に対して反対した「極論者に対すする反駁の部分でございますそもそも最も定めがたきは天がの異なり昔先帝祖において破る時に早々手を打って天が既に定まれりと言えりしかる命先帝東は五越と結び 西は覇色を取りて北伐の兵を挙げ「加工」「首をささぐ」「加工園」ですねこれ曹操が刑を誤てるものにして漢が大行まさにならんとすしかるに後後名役に背き漢を打ちを打ち破られ四季の敗北ありて宗妃帝を称するに至るおよそ天下のことは格のごときものにして あらかじめはかりがたき者なり「真・亀急人水、純遂し死してのちやまん」「正非がほどは真が死鬼権をもってしてはかり知るところにはあらざるなり」えーと「亀急、純遂」っていうのは国家のために全力を尽くす死してのちやまんというのはすごいめ有名な箇所でございますね。公主は読み終えて痛く喜び。 直ちに見りして、孔明に軍をを起こすこすとを命じた。孔明は命を受けるや30万の政兵をそろえ義援を先方の大将として一路鎮騒動を目指して押し出したこのよし早くも患者によってよ、えー、落葉に報じられる芝居がこれを義手に相乗したので宗英が文武百官一同に返し軍儀を催すところ。 大将軍宗信が烈山の中から進み出た「信は先に老政の守備を仰せつかり何らの功もあげず心から恥ずかしゅうを持っておりますこたびは是非とも諸葛亮目を手取りといたしたく出陣をお命じくださいますよう」「信は近頃大将一人召し抱えましたがこの者は六十斤の大なぎなたを使い千里も行く 縁盤ってことは大縁盤、いわゆるあの完結けとかいうやつですかね二人二人針の号泣を引き流星追を隠し持って百発百中孫と万夫不当のつわものにて老星軍適道の生まれ清和をなわそうあざ名を自然と申す者この者を先方にお取り立て下されたく存じまする宗永は痛く喜び

全部大戦法に報じ宗信を大都くとした宗信は感謝して引き下がると十五万の政兵を起こし各愛長公と兵を合わせて諸法の要害を固めることとしたさて諸の先手の物見の者は珍宗に至り取って返して孔明に報告した珍宗道の口にはすでに大将 各将が城を構えて立てこもり、堀を深くし壁を高くし草もぎを張りめぐらし厳しゅう固めておりまする。監視庫にかかるよりは大白霊を越えて岐山に回るがよろしいと存じまする。うん。外廷は真宗の牧きたじゃ。その城を落とさねば進むことはできぬ。と公明義言に命じて城を囲ませ。 司法から寄せかからせたが数日しても落とすことができない議員が立ち返り到底攻め破ることはできぬと言ったので怒った孔明が彼を斬ろうとするところばっかに一人の者が進み出たそれがし被災の身をもって多年上昇のお供をいたしこれまでついぞ御恩に報いるおりもござりませなんだが は何とぞ陳奏状へやってくださりません一本の矢も費やさず各所を解いてご執家に長せ参じさせるでござりましょう一同が見あれば孔明の家臣金章であるどのように説いてまいるかはい各所とそれがしは同じ老生の生まれで子供の時からよう存じておりますそれが,しが参って利害特質を説きますれば 必ず交際致すでござりましょう。孔明は直ちに行くよう命じ。金賞は馬を買って城門の下まで行った。各白道の旧友金賞じゃ。通り継いでくれい。櫓にいた者が各所に知らせると。 各所は門を開いて城内に案内するよう命じた。気公何の用事で参られた。身友は今、聖職の公明殿のばっかにて軍旗に参与し客分扱いを受けておるが、今日は気候に一言聞いてもらいたいことがあって参ったのじゃ。聞くなり各所、さっと顔色を変えた。諸葛亮は我が国の宿敵じゃ。 わしははにに使え貴様は職に使えおのおの主,主,主をことにする上はたとえ昔は兄弟同然であったとて今は敵同士何も聞きたくないわ出て行ってくれ金賞は重ねて言いかけようとしたが早各賞は櫓に上がってしまい魏の兵士たちが馬へ押し上げるようにして場外に追い立てた振り返り見れば 各省が欄干にもたれて見下ろしているのでむちをあげ「白道検定よあまりに情けない仕打ちではないか」といえば「義国の法度は気候もよくご存じのはずじゃわしも国の恩講をこむったもの一子国に報ゆるのみじゃわしを降参させることなんぞ諦め」。 諸葛亮に覇を攻めて参るよう伝えてくれいわしは手ぐすね引いて回っておるぞ金賞が立ち返り「各賞はそれがしが口も開かぬうち拒絶いたしましてございます」と告げると孔明が「うんもう一度言って利害を解き聞かせてまれ」と言ったので彼は再び城下に赴き各賞を呼び出した。 各将ががに現れたので彼が馬をとどめ、白洞悪いことは言わぬかかる小次郎に立てこもったところで数十万の大軍を防ぎきれるものではないぞ今のうち降参しなければ後悔しても追いつかぬしかも大官に逆らって国賊議員に仕える何度と天命を知らず清濁の見分けもつかぬやりようではないかとくと考えてみてくれいと叫ぶと 各省は激怒し弓に矢をつがえ金省に狙いを定めて退活した「くどいぞ金省」「聞きたくないわとっとと下がらねば容赦はせぬぞ」「金省が立ち返り各省はかくかくしかじかとつぶさに孔明につ伝えれば孔明は痛く怒り」「ゲろめ。何をぶれえな」 わしに城攻めの道具がないと思うてか」。というと土地の者のを呼んで尋ねた「金総場内の軍勢はどれほどじゃしかとは分かりませぬが三千人がほどはござりましょうか。孔明はカラカラと笑い「はッはッそのような無税でわしを防げると思うか?」。 風のこのうち攻め破ってしまえかくて陣中で100台の運転を組み立てた運転というのははしご車みたいなやぐらがついてたりする車でこう車が下について動くやつですね。1台に十数人を乗せることができ周りを板で囲ってある兵士たちはおのの短いはしごとしなやかな縄を持ち対抗合図に一斉に寄せかかる。 各将は矢倉から食の軍勢が運邸を組み上げて四方から寄せてきたのを眺め、三千の兵士に火矢を待たせて四方に控えさせると、運邸が近づくのを見計らい、一度に行かいかけさせた。孔明は城内にかかる備えがあろうとはつゆ知らなかったので、運邸を作り、全軍に下地して太鼓を打ち鳴らし、時の声を上げて寄せかけたのであったが、突然城内から火矢を浴びせかけられ、 運転ことごとく火に包まれて乗っていた兵士たちはほとんど焼死しやだま雨のごとく飛んできたので軍勢はどっと退いた「運転が焼かれたなら勝者の方がある」「勝者っていうのは鉄板でこう覆われた車で敵陣を門とか城壁とかを突き崩すために用いた戦車」。 った孔明その世のうちに勝者をそろえたあくる日四方より太鼓を打ち鳴らして突貫すれば各将は急いで石を集めさせ穴を開けてかずらのつるでしっかりとつなぐと一斉に投げかけた勝者ことごとく潰されるさらばと孔明が兵士たちに土を運ばせて溝を埋め立てさせ 廊下に三千の兵士を与えて夜の間に行動をうがって城内に忍び込ませようとすれば各省も城内に掘割りを巡らしてこれを防ぐかくて昼夜を分かたず攻め立てること二十日余りに及んだが一向破ることができず孔明が陣中で思い悩んでいる折しも東から援軍が現れました。 義の先方大将、王相、との旗印を立てております。との知らせ、誰ぞ、迎え打って参れ、と言えば義援が進み出た。それがしが参ります。そなたは先方の大将ゆえ、軽々しく出てはならぬ、と言い重ねて、誰が行くか、と言えば、武将、社友が玄関に進み出たので、三千騎を授けて迎え打たせ、もう一度、 彼に続くはおらぬかといえば武将狂気が原価に進み出たから彼にもまた三千基を与えて打ち立たせ城内の各所が打って出るのを警戒し二十里退いて陣を取ったさて斜勇は兵を率いて進み入れたところを王僧と出会い三号とせず彼の大荻沙にかかって立ち割られた。 の兵士がどっと引き下がれば王相は勢い込んで追い打ち狂気が迎え撃ったがこれまたわずか3号で切り落とされた逃げ戻った兵士の知らせに仰天した孔明慌てて両家王兵長玉の3人に迎え撃たす両軍相対峙して長儀が出馬し王兵両家が左右に立てば王相が馬を飛ばせて長儀に打ちかかってきたが数号しても勝負がつかぬ。 それと見て王相は負けたふりをして逃げ出し長妃は逃さじとこれを追う王妃は長妃が図られたと知って慌てて「追うな!」と叫び長妃も急いで馬を返したがその時早くも飛来した王相の流星椎が背中にめり込む。長妃は蔵にうつ伏せになって逃げ王相が追い迫るところ王妃両家が打って出て彼を救い出したが。 すかさず王相が手勢を勝って押し寄せたから食兵は散々に打ち,く打ち崩された弔儀は数回も血を吐き寄陣し王相は天下無敵であり今二万の軍勢をもって珍僧場外に陣取りし四方に柵を張り巡らして城を築き深い堀を掘って物々しく固めていると報告した。 孔明は武将二人が殺され、長儀までが傷を受けたのを見て、急いで議脅議を呼んだ。鎮荘堂はとても通れそうにない。他に何か良い方があろうか。はい。鎮荘の城は堅固で、各所が厳しく守りを固めております上、こたびはまた、王荘が火星に参ったのでござりまするから、 破ることはできかねまする。ここは誰か大将を残して格好の場所に陣を取らせ他に頼みになる大将に外帝への道筋を固めさせておいた上大軍を率いられて喜山を襲われるのがよろしかろうと存じます。それがしは格格の刑を打って送信を手取りといたしまする。孔明はこれに従い、 王兵理解にそれぞれの手勢を率いて外邸に通ずる寛道を固めるよう命じまた義援に鎮宗公の守備を命じておいて馬隊を先方官公長方前後旧王,旧王子として寛道から夜国へ出来山目指して打ち立ったここに宗信は先に芝居のために功を奪われたのを 口惜しく思い落葉に至るや各愛尊霊礼を東西の守りにつかせまた秦僧からの早馬に接して王僧を火星に赴かせたが王僧が敵将を斬ったとの知らせを聞いて大いに喜び中国軍大将・悲用に全部総督を兼ねさせ全部総督は先手の相談所諸将に要所要所を固めさせていたところへ山中から敵の患者を引っ取られてきたとの知らせがあったので 幕宗へ連れてこさせるとそのものが「それがしは患者ではござりませぬうちうちととくのお耳に入れたきことがあって参りましたところ道筋に出張っておりましたお味方に捕らえられたもの。何とぞお人払いよ」。というのでそのものの縄を解かせてから左右のものを引き下がらせた。 それがしは卿を迫役の副親のものでござりまするが、命令によって密書を次参いたしました。どうしてみよう。総親に言われて、そのものは会中から書面を取り出した。広げてみれば、在省卿位百敗してそうないと特に申し上げます。それがし代代義の六をはみ。 返上の守備を仰せつかりながら、追いぞ御恩子に応えることも相なりませずにいたところ、先頃諸葛亮の刑にかかり、やむなく敵の軍門に下ったとは申せ、故国に法然ことを思わぬ人でござりませんでした。今幸いにして諸区の軍勢は西に向かい、諸葛亮はそれがしを厚く信じております。何とぞ、じき大軍を率いてお出ましくださりまするよう、 敵にあったなら偽ってお引き下され、それがし合図の火の手を挙げ、まず職の両末に火をかけますれば、すかさず取って返して攻めかかれ攻めか,かられまするなら、諸葛領を手取りとするでござりましょう。これそれがそれがしが功を立てて国に報いようとするものではなく、先の罪を償いたきがために致すもの、ご承知いただけますれば、速やかにご解放を下されますよう、 「これを見て送信委託喜び、これぞ天皇助けじゃ」と言うと死者に恩賞を与え定めた日に内容をするようとの返事を与えて返し費用を読んで測った今脅威が密書をよこしてなこれこれ行ってまいったのじゃが。 諸葛量は十十作が多く、脅威も脂肪にたけたものでございます。もしこれが諸葛量のたくらみであったなら、無事には済みますまい。脅威はもともと義の国のもので、やむなく食に屈だったものじゃ。まさかそのようなことはあるまい。 都督にはしばらくお控えあって本陣を固めておいてくださりません。それがし一軍を率き、脅威の刑に従って参りまする。守備をまいった折はすべて都督の功といたしてくださりません。もし敵の刑に落ちたときは、それがしが罪を受けまする。大いに喜んだ総心は、費用に五万の精を与えて八国へ打ち立たせた。 23日進んで軍を止め物見を出したところその日の猿の刻ごろ「夜国の道に諸の軍勢が参りました」との返事「費用は急いで軍を進めた諸の軍勢が戦わぬ先に逃げたのでこれを追っていくとにわかに引き返してくるまさにもみ合いとなろうとするとまた逃げるかくて三度もそんなことを繰り返すうち、 早くもあくもる魏の,の,の軍勢はまるまる一昼夜というもの諸国の軍勢に休む間もなく引き回されたようやく陣を取って兵糧を作りにかかる折しも四方にどっと歓声が湧き笛太鼓が一斉にとどろいて諸国の軍勢が野山を埋めて押し寄せる門旗がさっと開かれれば 中から一両の四輪車が進み入れ短座した孔明,孔明が兵士に「義軍の総大将と話がしたい」と弱わらせた飛雄が出馬して眺めればはるかに孔明の姿が見えたのでもとい、はるかに孔明の姿が見えたのでしましたりと左右の者のを顧み 敵が出てまいったなら直ちに引き下がり山の裏手に火の手が上がったなら取って返して打ちかかるのじゃ援軍があるはずじゃと命じおくや馬を飼って進み出るなり呼ばわった拝所がまたやってきおったか貴様ではだめじゃ送信を出せそうと徳,徳は天使につな連なるお方貴様ごとき国賊にお会いになると思うてか孔明が怒り 右から張玉が手勢を率いて打って出る魏の軍勢が急いで引き下がり三十里も来るところ職の軍勢の後ろに火の手が上がり時の声がとどろいた。 企業は諏訪こそ会津の火の手と取って返して攻めかかり職の軍勢が一斉に引き下がれば薙刀を振るって真っ先かけ時の声のとどろく辺りを目指して追いかける火の手の辺りに近づいた時山中から天地を揺るがす笛太鼓の音とともにドット関声を上げて左から観光右から長報、二手の軍勢が打って出た。 山上からは矢玉が雨れたと知って費用は急ぎ山あい谷あいを望んで軍を引いたが陣馬ともに疲れ切っているところへ後ろから新手の軍勢を率いた漢公に追い打たれ乱れたった義の兵士たちは谷底へ落ちて死ぬ者数知れず。 命からがら逃げ延びった悲雄は山の葉で一手の軍勢とぶつかったこれぞ脅威であったので「逆賊よくもわしをたばかりおったな」とののしれば脅威笑って「はっはっは」「宗心を取りことしようと思ったのに貴様だったか潔を降参せよう」悲雄は馬を踊らせ結露を奪ってや谷合へと走るところ 谷の中に天に忠する火の手が上がり後ろから追っ手が迫ったので自ら首をはねて死に他の者どもはすべて降参した孔明は要火についで祈山のもとに至り陣を取って軍勢をまとめると脅威を厚くねぎらったが「送信を取り逃がしたのが無念でなりませぬ」との脅威の言葉に「うーんせっかくの妙計であったのにのう」。 さて宗信は悲葉が殺されたと聞いて痛く悔やみ各愛と共に職軍を押し戻す策を練ったここにおいて孫麗神秘は長安に早馬を立て食軍騎山に入れ宗信敗軍し大将を失って期待に瀕していると上奏し仰天した宗英は直ちに芝居を召して測った。 曹臣は敗軍の上大将を殺され、植軍がまた木座に出たとのことじゃ。そなたに何ぞ良い策があるか。真にはすでに諸葛亮明を退ける刑が立ててござります。我が軍が戦わずとも、植の軍勢はおのずから逃げるでござりましょう。まさに死短にすでに勝つ術なく頼むは中達の策ばかり。 とというところ、さてその刑とはそれは次回 <noise> 以上第九十七回「魏 <noise> 国を討たんとして武功再び兵をてまつり宗兵を破らんとして脅威偽って昭建ず、終わる」。 さてちょっとだけ解説を入れます香水氏の表この表は職史諸葛領伝諸葛領主に記載されておらず後の長元の木記によるとして東新の周作氏の関心春秋に引用されているのを拝柱拝柱氏ですね拝柱が取り上げたもの拝柱って言ったらなんか美味しそう偽作ではないかとされているが ツガンには全文収録されている以上でございますまた後ほど